鹿児島市の照国神社では無病息災を願って節分祭と豆まき神事が行われました。新型コロナ対策で2021年以降境内の特設舞台からの豆まきは行われていませんでしたが、今年は4年ぶりに復活し、年男や年女、厄年の人などおよそ30人がおよそ4000袋の豆をまきました。豆の袋には焼酎やお菓子などが当たるくじがついているものもあり、拾った人は早速くじを確認していました。ちょっと今から引き換えないとわからないんですけれど、でも今日たくさん豆は拾えました。はい、3つ拾いました。すごくこうなんか気持ちが良かったです。健康第一で明るくですね、過ごすことができたらいいと思います。